スタディオオリンピコのロッカールームを訪れた際、リーグ優勝当時のこんなエピソードを語ってくれた。優勝した時のロッカー、だみんな騒いでましたけど、僕は騒ぐの疲れるから先に帰りました。そうですか。もうまあね、やっぱさ、みんな優勝して嬉しいとは分かるけど、まあ僕はあんまそういうタイプじゃないから、あ、じゃあ先帰ろうと思って、あ、すぐそこの下のところにいた消防車にユニフォーム1枚あげて、家まで消防車で送って帰ってもらいました。じゃないともう抜けらんないから、サイレン鳴らさないと。みんなのところ前はやってたから。そうです。 でもみんなで普通はバスで、チームバスで帰るんだけど、はい、僕それ待ってるのめんどくさくて、もう一人だけで消防士にユニフォームあげるからどうにかしてくれと、 OK 帰っちゃいましたね。それということは、サイレン鳴ってる消防車に中田英寿が乗ってたっていうことですか。で、こう席をこう横でこう見えないように隠れて帰りました。今やったら問題ですよね。いや、いつやっても問題でしょ。いつやっても問題だろうけど、まあ別にしょうがないですね。無知って怖いですね。さらに中田はもう一つの思い出の地へと向かった。中田はローマでもう一つの思い出の地にも足を運んだ。それはローマのクラブハウス、通称トリゴリア。広々とした敷地に3つの天然芝ピッチを有し、メガクラブならではの豪華な設備が整っている。クラブのレジェンド中田英寿の訪問に関係者も温かく歓迎してくれた。Ah, la avete cambiato proprio. Tutto, tutto nuovo. Quando? Due anni fa. Vabbè, era ora. その中にはローマのレジェンド、元イタリア代表ブルーノ・コンティ氏の姿も。Come stai? Tutto bene? Tutto posto. Ma già tempo con la costruzione. 41 anni ormai, ho smesso da 12 anni. Ma stai benissimo. Primo, sei sempre uguale però. Tanto. Tu sei sempre uguale però. Grande, che piacere vederti. Tutto bene? Devi venire qui qualche giorno? Sì, perché quest'anno io arrivo dal 98 qui in Italia, no? Quindi 20 anni dopo ho deciso di fare questo viaggio da Perugia, Roma, Parma. Bello. E fino a Firenze. Ho chiamato tutto lo staff che lavorava con me. E poi dove vai? Parma domani. Parma sai domani. Sì, ieri ero a Perugia. Sembra un gran club. È un gran club. È un gran club. Bello. Adesso è ovviamente il campionato, tutto da rifare. Appena il Perugia personale. Guarda come è stato, quindi. Tutto nuovo. Poi così. E riso. Domani tu.中田は急遽ローマが運営するテレビ番組に出演することに。クラブハウス内にあるスタジオで収録が行われた。